こんにちは、ナクラウト TV のオーフェンです。どこでも切符を使って金沢駅までやってきました。さあ、いよいよ初めての北陸新幹線ですよ。楽しみですね。敦賀までね、延伸されればなんと乗り換えなしで長野県まで行けるようになるんですね。あ、これか。おで、ここから乗るのは敦賀706号富山行きになります。金沢を出て新高岡に泊まればもうすぐ次には富山で終点となります。はい、それでは敦賀706号に乗っていきます。わ、こんな感じなんやね。ピカピカ、トイレもこんな感じ。わー、もうすごい、すごい洗面台と、わ、すごいすごい、トイレとで、お手洗いとで、なんかこういう女性専用のエリアができてますね。うわ、すごいね。よし、じゃあ1号車、座席どんなんかな。あ、こんな感じでございます。お、誰もいない。うわ、新しい新幹線の匂いがする。お、こんな感じなんですね。はい、こんな感じでございます。おー、ピカピカやね。2駅だけですが楽しんでいきたいと思います。テーブルがあるのは東海道新幹線と同じですが、こちらの車両にはドリンクホルダーがついていました。そして座席の下の方にはコンセントが設置されています。あとは出発を待つばかりなのですが、うわ、すごい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 。さ、今敦賀の出発待ってたんですけど、隣のホームに何か来たと思ったらね、あのイーストアイっていう検索車が来ました。東海道新幹線でいうドクターイエローですね。それの東版が来ました。うわ、かっこいいな。うわ、やった、久しぶりに見れた。よし、じゃあ出発するとまずいんで帰りましょう。いや、今日はこれを今回持ってるな。かっこいいですね。金沢から富山まではわずか22分、18切符で北陸本線を北上していた時のことを思うと圧倒的な速さです。ただ新幹線の開業によって在来線は3席になってしまったので、なかなか乗る機会がなくなってしまったのは残念です。旧北陸本線ルートを乗り通して新潟を目指す旅もやってみたいと思っています。そして新幹線は早くも新高岡駅に到着。金沢から高岡の間も在来線だと結構時間がかかっていたのにな。新高岡駅を出発すると10分もかからずに富山に到着するとのこと。いやー、本当に早い、早いとしか言葉が出てきません。あと3分で終点富山に着きます。お出口は左側14番乗り場に。あっという間に富山ですね。早いな。以前18切符でね、北陸本線乗り継いで新潟まで行った時は、
富山まででも遠かったですね。そう思ったらすごくあっという間で早いな。富山駅に到着すると再びのイーストアイ。富山駅に到着したらですね、再びイーストアイが富山駅に今度やってきたので、富山駅でお会いできました。いやー、こんなレア車両にね、連続で会えるなんてついてますね。いやー、いいね。新幹線ができてからの富山駅初めて来ましたけど、こんな風になったんですね。いや本当はね、今日ねこの黒部峡谷トロッコ電車に乗りたかったんですよ。なんですけどね、今年度の営業がですね、なんと11月30日までなんですね。もうあと2日早かったら乗れたのに、めっちゃ残念ですね。ライチョウさんも見てみたいな。よし、では一旦改札の外に出ましょう。お昼ご飯を食べにやってきた富山でお寿司を食べようと思います。ではレッツゴー。待って、こんなとこに何これ。完全にね、富山お寿司食えみたいな感じですね。楽しみですよ。一本お取りください。新幹線開業に合わせてリニューアルされた富山駅は、富山地方鉄道の市内電車にすぐ乗り換えられるようになっていました。はい、富山駅に到着しました。それではこれからお目当てのお寿司を食べに行こうと思います。確かお目当ての店11時半オープンだそうで、今11時過ぎなので、そろそろ様子を見に行ってみようと思います。富山の街中はね、路面電車が走っていて、今はもう富山駅を降りるとこんな風にすぐ路面電車と接続できるようになってるんですね。で、駅前は次々と電車が来て非常に忙しい状態となっております。あ、また来た。本日のお昼のお目当てのお店はですね、こちら回転富山寿司さんです。回転寿司なんですけど、ランチメニューがあってしっかり握ってくれてとても美味しいという評判を聞いたので行ってみようと思います。平日限定で980円の満腹ランチから、我々観光客にぴったりの富山寿司ランチ税込み2508円まで、いろいろなラインナップであります。どこに行こうかな。上握りランチか富山寿司ランチかで迷ってます。迷いに迷って選んだのは上握りランチ。地元産のネタを中心に10貫提供されます。はい、ということで富山寿司さんに行ってランチでお寿司を食べてきました。いやー、美味しかったです。上ランチと富山寿司ランチと迷って地物が入ってくるっていう上ランチにしました。もうちょい食べたいからどうしようかな。もう少し次の予定まで時間があるのでうろっとしてみようと思います。市内電車は1回210円らしいんですけど、このいつも使ってるイコカが使えるらしいので、これで行ってみようと思います。富山市内電車をご利用いただきありがとうございます。この電車は西東方面南富山駅前行きです。食後のデザートを求めて市内電車に乗車してみました。回転富山寿司さんですが、オープンと同時に満席という状況で、どうやら人気店なようです。平日のオープン前に訪れたので待たずに食べられましたが、休日だと待ち時間が発生しそうな雰囲気です。時間に余裕を持った予定を考えておいた方が良さそうだと感じました。路面電車に乗って西町というところまで来ました。商店街の一つ角を入ったところにあるこちらのお団子屋さんが美味しいそうなので行ってみようと思います。みたらし団子とあやめ団子っていう黒糖のお蜜を使った団子を買ってみました。美味しそうですね。楽しみです。あやめ団子からいきます。めちゃめちゃ黒糖でお団子柔らかくてめちゃくちゃ美味しいです。
ちゃめちゃうまいね。最高にうまいです。続いてはみたらし団子。黒糖を先に食べたからかな、こっちはすごいちょっとしょっぱく感じますね。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、それでは富山駅に戻ってきました。ではこれから先はですね、この切符一番最後端っこ上越妙高っていう新潟県まで行けるんですね。私北陸新幹線自体が今回が初めてなので、上越妙高どんなところか行ってみたいので乗ろうと思います。では行きます。そっか、北陸新幹線って長野に行けるだけじゃなくって最終的に東京まで行けるんですね。すごいですね。ということは敦賀までつながったら長野県を旅行しつつ東京にも遊びに行けるっていうことですね。あーすごい、途中下車の旅がはかどりそうですね。おー、マスの寿司が売ってる。今団子も食べたし寿司も食べた。さすがにちょっとここはあえてスルーしておこうかな。さて長くなってしまったので今回の動画はここまで。次回は上越妙高からお送りします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。